フリドリーのマグナムリサーチ本社。社名は表示されていない。マグナムリサーチインクは、アメリカのミネソタ州フリドリーを拠点とし、重火器の製造、販売を行っていた、非常上企業である。1979年の会社設立時から、ジムスキルダム、リスダールアドバタイジングエージェンシーのジョン・リスダルが、主要株主となっている。2010年6月、小型拳銃を製造する。 アメリカ系企業のカーアームズがマグナムリサーチを買収することを発表した。企業標語はフィール・ザ・パワー。MRI はデザート・イーグルの設計と開発で有名。設計は数回にわたり改良され、製造契約とライセンスをメイン州のそこにあるそこをディフェンス社に切り替える。1995年まではイスラエル・ミリタリー・インダストリーズも製造していた。 2000年には製造を切り替えて後にイスラエルウェポインダストリーズへと再編される IMI に戻す。2009年以降デザートイーグルはアメリカ国内のみを対象としてミネソタ州の MRI ピラガー工場で生産されることとなる。デザートイーグルを開発した MRI はそこを IMIE の両者に対しデザートイーグルの特許、著作権 商標などすべての知的財産権の遵守を徹底した。マグナムリサーチは2008年まで IMIE から JEGE941 シリーズの拳銃をベビーイーグルの名称で輸入しており、2011年からはこのモデルはベビーイーグル2の名称で輸入を再開している。現在、ベビーイーグルという名称はストライカー方式を採用する。 ポリマーフレーム拳銃の新シリーズに使われている。過去には IMI 社の IMI バラク SP-21 拳銃も輸入していたが、現在は行われていない。他の製品にはシングルアクションのマグナムリボルバーシリーズ BFR、ライフルのマウンテンイーグル、ライフルのマグナムライト、マイクロデザートイーグルなどがある。MRI では重火器のカスタムサービスも行っており、 また、チッカチタンコートによる芸術的な模様とデザインの銃を得意とする。マグナムリサーチデザートイーグル 1911G。ありがとうございます。